われます第8回サイスポ全日本最速転調選手権のオープニングセレモニーを始めたいと思います。こちらですね、第1回から会場となっております成田市の下宇佐フレンドリーパーク、こちらを舞台にしてなんと今回で第8回目となります。スタンドグリッドの方に移っていきたいと思いますので、選手の皆様ご準備の方よろしくお願いいたします。まずはゼッケン2番阿部の場阿部義之選手、そしてゼッケン27番サイクルベース朝日 e コマース店中村雅也選手、そしてゼッケン36番はスペシャルゲストです三浦京志選手。さあキングが今スタートラインへと向かいます。さあそしてですね、最後のコールとなりますのは昨年第7回チャンピオンでありますゼッケン1番五郎サイクルの筧五郎選手。以上45名の選手がこちらスタートラインへさあ出揃いました。さあ間もなくのスタートとなります。45名の選手現在スタートグリッドの方にスタートを待っております。最初の1周はローリングスタートとなりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではこちら今第8回となりますサイスポ全日本最速転調選手権が今ローリングでスタートとなりました。こちら 1.5 キロの、コースを50周回にて行われます。10周ごとにですねポイント賞を設けております。残り40周、残り30周、残り20周、残り10周となった時点でそれぞれポイントを加算して、ポイントを一番取った選手がこちらポイント賞の獲得という形になります。ですということもありましてですね、かなりですね体力が汗でですね消耗される可能性もあります。さあ選手の皆さんたちこちらも準備してきてですね、先取りま、さあ最初の1周回目を終えて、さあリアルスタートが切られました。さあいよいよリアルスタートが切られました。今45名の選手たちがきれいに今コントロールラインを通過いたしまして、リアルスタートが切られました。さあ昨年の覇者でありますゼッケン1番の五郎サイクル筧五郎選手、そしてですね、2016年の覇者でもありますエイジサイクルの岩島啓太選手、そして2015年の覇者でありますスクワドラ滋賀森山の枠本正樹選手、こちらのメンバーもこの45名の中に入っております。きますよ、よろしくお願いします。さあそして選手たち、あ今すでに4名の選手が抜け出しております。さあ遠藤健太選手、そして井上大河選手、坂手純一選手、品川正弘選手、この4名を頭に、さあそして一列棒状縦に長く長くかなりスピードアップした状況でですね、こちら2周回目を終えて3周目に入ったところです。さあ今はいい感じで狂い落としの時間に入っているのかもしれませんね。9周回目を終えたところ、そして間もなくポイント周回を迎えようとしております。1位の選手に5ポイント、2位の選手に3ポイント、そして3位の選手に1ポイントが与えられます。間もなく先導バイクがこちらコントロールラインから見えてまいります。さあ今ホイッスルが鳴らされて間もなく選手見えてまいりました。さあ1回目のポイント周回、あれ1番に今行ったのはあれ品川正弘選手じゃないですか。ユーキャンのジャージが見えました。さあマウンテンバイクマスターズ今年見事優勝を果たしました品川選手、こちらが最初のポイント周回の頭を取りました。さあ間もなく選手見えてまいります。さあ次のですね周回、コントロールラインはポイントを取りにですね選手たちが殺到しますので、観戦されている皆様今一歩下がってお願いします。さあそして今トップで入りましたユーキャンのこちらジャージですね、品川選手じゃないかな、やっぱりそうですね、品川選手、品川正秀選手をトップにして、さあそして安藤浩平選手も3番手に入ったみたいですね。2番手に入ってみましたのは井上和夫選手のように見えました。さあ今2回目のポイント周回を終えて選手たち今新しい周回入りました。さあホイッスルが鳴らされました。まもなく先頭選手見えてまいります。さあまず先頭バイク来まして、お安藤選手頭、そして2番手に筒選手、こちら通過で3回目のポイント周回。さあそして4名のこちら逃げですね、井上和夫選手、佐野智也選手、そして荒上康介選手、中尾俊選手、この4名が通過。荒上康介選手、この4名変わらずで今安藤選手を追う形。さあタイム差は先ほどより若干開きまして約15秒、そして今メイン集団が通過いたしまして、タイム差トップとのタイム差は32秒です。トップとのタイム差32秒。
35周回目を終えて今トップを走ります安藤光平選手と今コントロールラインを通過いたしましたメイン集団とのタイム差は、約32秒となっております。赤いジャージ見えてきて今ちょっと水をかぶってですねクールダウンを行っております安藤光平選手トップとのタイム差ですが、先ほどより空きましたね約23秒となっております。さあトップとのタイム差約23秒となっておりまして次の周回、コントロールラインを通過した時点で4回目最後のポイント獲得周回となりましてポイントは倍付けとなります。さあホイッスルが鳴らされました。さあ間もなくこちら先頭見えてまいります。皆様ご注目ください。さあまず先頭バイクそしてその後ろ赤いジャージ見えました安藤光平選手これによりポイントリーダー確定となりました。このポイントは倍付けとなります。そしてあこちら1人さらに1人抜け出しましてさあ続いてこちらメイン集団さあ続々とコントロールラインを通過しまして4回目のポイント周回1位通過はゼッケン4番の安藤光平選手そして2位通過は、ゼッケン27番の中村雅也選手そして3位通過はゼッケン18番の品川雅宏選手となりました。届けていただいてありがとうございます。選手たち見えてました。今後ろをちらっと見ているのはこちら岩島啓太選手。岩島啓太選手は頭にですねあこれはみんなちょっと狙い出しましたね。さあ45周回目を完了した時点でいやみんなちょっと今みんな見合い出しましたね。そして間もなく選手そしてお来ました赤い人安藤光平選手安藤光平選手あれちょっと今ボトルを受け損ねてしまったがそしてその後ろを追うのお岩島啓太選手来ました。2016年のこちら最速転調選手権のチャンピオンであります岩島選手そしてその後ろお西谷選手来ましたよ。オーベスト西谷選手いよいよ俺の時間だと言わんばかりです。さあ今一気に選手たちが動いていきました。ペースいい感じで刻んでおります。さあ残り3勝お岩島選手と安藤選手がドッキングしましたね。さあ岩島啓太選手2016年のこちら全日本最速転調選手権のチャンピオンそして本日見事な走りを見せておりましてポイントチャンプすでに獲得しております。安藤光平選手2名が逃げてそしてその後ろ約10秒ほどのタイム差を開けて続々と選手が今コントロールラインを通過残り3周残り3周となっております。さあ岩島啓太選手そして安藤光平選手今コントロールラインを通過して残り2周回残り2周回さあ残り周回は本当にあとわずかでございます。さあ鐘が鳴らされております。コントロールラインさあ先頭見えてまいりましたがまず先導する岩島啓太選手その後ろ赤いジャージは安藤光平選手さあ一騎打ちとなるか。さあその後ろまだ見えないまだ見えていません。さあ岩島選手 VS 安藤選手の戦いとなる模様です。全50周回長いようで短かったかもしれません。第8回こちらサイスポ全日本最速転調選手権まもなく8回目のチャンピオン第8回目のチャンピオンが誕生しようとしております。さあそして1人逃げ切りました。なんと岩島啓太選手エイジサイクルがなんと安藤光平選手を遠くに置き去って見事2016年に続くチャンピオンの手をそしてスプリントとなります。皆さん気をつけてください。さあ3番手おスプリントを取ったのはこちらゼッケン44番の枠本雅樹選手。第8回サイスポ全日本最速転調選手権の表彰式を行いたいと思います。それではまず第8回サイスポ全日本最速転調選手権のポイント賞こちらを、発表したいと思います。こちらポイント賞獲得いたしましたのはゼッケン4番ビジックレッタシドの安藤光平選手です。おめでとうございます。どうぞこちらポイント賞ジャージが手渡されます。さあトップ3をまず第3位の選手からご紹介したいと思います。第3位となりましたのはスクワドラ滋賀森山の枠本雅樹選手です。おめでとうございます。どうぞご登壇ください。おめでとうございます。続きまして第2位となりましたのは先ほどポイント賞を獲得いたしましたビチクレットシドの安藤光平選手再登場でございます。第8回全日本最速転調選手権見事優勝いたしましたのはエイジサイクル岩島啓太選手です。はい、それでは第8回全日本最速転調選手権トップ3の選手を皆さんシャンパンファイトお願いします。振って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 
今回も逃げて勝てたんで、それが良かったです。すごい嬉しいです。1周目でちょっと取れなかったんで、2周目もタイミング逃したんで、もうちょっとジャージには手が届かないなと思って切り替えましたね。その時点でそこからは何回か動いてたんですけど、やっぱり1回優勝してるんでちょっとチェックされて、なかなか抜け出せないでいて、残り4周のところですね、そこでうまく抜け出せて逃げられました。最後抜け出せた時ですね、スプリントだと多分負けると思ってたんで、今日はちょっと途中から輪行と自走できたんで、足ちょっと使ってたんで、スプリントの足はないかなと思いました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。